皆さん,こんにちは神社に行くと奇跡的なことが起こるようになったきっかけになった出来事をお伝えしますあれは数年前のこと友達と一緒に宇治神社にお参りに行った時のことですあもうこんな時間あっちゃんとの待ち合わせに遅れちゃうあっあっちゃんこっちよふし議ちゃん あけましておめでとうございますあ、あけましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いしますさて、あっちゃん宇治神社は初めてでしたよねあ、はい、そうですじゃあ、宇治川沿いに歩いていきましょう宇治川沿いに歩くと大鳥居のところに行きますここが 宇治神社の大鳥居よ。よこの映像の鳥居は台風で倒れる前の鳥居です。今は新しい鳥居が立っていますよ。それからこれが中の鳥居です。拝殿があそこに見えるでしょう。ここが宇治神社の拝殿ですよ。さあ、お参りしましょう。今日は！ 友達のあっちゃんと一緒にお参りができてありがとうございます二人で静かにお祈りさせていただきました宇治神社のお参りの後その旅行のさわらの道というところを歩きましたしばらく歩くとカーカーとカラスの声が聞きました 見上げるとカラスが3は電線に止まっていて私たちに向かってチッコをかけました。わあ、ひどいなあって怒るとカラスは私たちにふちっこがちゃんとかかったのを見届けて飛び立っていきました。もうカラスにしッコをかけられるなんて初めてよ。 カツモーデなのにしカラスにシックかけられるなんて笑いまちよね。シックのかかったところを私の家で洗うことにしました。二人でめったにない体験をしたもんや。笑い話になるわよね。そう言って二人で笑いました。さてその日の夜、カラスのシック事件のことを SNS に出そうとしたら前の日の神社での不思議な体験の記事にコメントがたくさんついていましたそれで「カラスの尻尾事件」のことを書いたら今度は宇治神社の神様について詳しく教えてくれる人が出てきてまたまたコメント欄が大にぎわいになりました「このことはこれでは終わりません」 もっと思いもかけないことにつながるのでまた続きを見てくださいね